木村家佐蔵は大相撲の三役格行事の一人である。三役格としての在位期間は1942年1月から1958年1月。十大西色島。本名は北原家佐さ,さん。長野県北須美国池田町で誕生。万5歳で木村銀次郎に弟子入りし、木村家佐さ,さんの名で初土俵を踏んだ。軍配裁きには定評があり。 1922年1月、木村けささんに改名。1923年1月、満19歳の若さで重量格に昇進。1924年5月に再び、木村けささんに戻した。1933年1月幕内格に昇進。1942年1月三役格に昇進した。 1956年5月に9代西木島が死去したことから木村家佐蔵が10代目を襲名し、西木島部屋を継承。行事と兼務したが、その直後に2枚観察が廃止されて年寄り1 0 0人の道を選んだ。これがなければ25代小之助になっていたと思われる。部屋を継承したものの、その勢力は徐々に衰え、1964年に部屋を閉じ、 時津風部屋に合流し、自身は同部屋付きの年寄りとなった。同年、日本相撲協会理事に就任、理事を4年務めた後、1968年4月に定年となり、その3年後の1971年7月20日に、心筋拘束で死去した。ありがとうございます。